こんにちは、ブルーホースです。今日はテストステロン、男性ホルモンをドバドバ増やすための方法23選ということでご紹介をしていこうというふうに思います。で、テストステロンっていうと、まあ、最近はね、もう筋トレブームとかね、健康志向っていうのが流行ってきてますんで、大体の方はもしかしたらご存知かもしれないんですけど、まあ、結構そのテストステロンっていう言葉を言うと何っていう人もいらっしゃるんで、まずそもそも一体これが何なのかっていう話からしていきます。これは何かっていうと、男性ホルモンのことですね。で、モチベーションを上げたりとか、それから体型に関しては、がっしりとした筋肉質に仕上げるために必要な性ホルモンというところです。で、これが多いと、テストステロンっていうのが多いと、見た目も若々しく保つことができますし、いつまでも長く健康的でいることができるというところですね。だから、シュワちゃんなんかでも、ね、ターミネーターの主人公ですけど、あれも後半までいかないか、前半くらいなんですけど、めちゃくちゃ若く見えるじゃないですか。で、50代くらいに見える。まあ、20歳くらい若く見えると。それもやっぱり筋トレを毎日して、テストステロンっていうのをドバドバ出してるからなんですね。じゃあ、そうするとどうするかっていうと、やっぱり健康が的になるだけじゃなくて、ストレスにも強くなることができるので、テストステロンっていうのはまあ多く分泌されることには越したことないよねっていうことなんですね。ということなので、今日はそのテストステロンの増やし方っていうのを紹介していこうというふうに思います。で、増やす方法23選ということなんですが、例のごとく、まあ、数が非常に多いので、でかつ、まあ、ちょっと中身によっては、まあ、説明が若干いるかなっていうものもあるんで、また前半後半パートに分けてご紹介をしていこうというふうに思います。で、まず前半、今日はね、トータル12個紹介していこうと思うんですけど、まずは第1回目、これ筋トレっていうところなんですね。もうテストステロンを増やすための原点と言っても過言じゃないところです。もうこれをやらないと何も始まらないっていうくらい、テストステロンが他じゃなかなか増やすの難しいんですけど、筋トレをやることによって体がバランスをとってくれて、テストステロンを倒すための準備っていうのを整えてくれるというところですね。なので、内容は軽いものでも全然 OK ですし、鍛えられるんだったらもうどんどん鍛え上げてしまうっていうのが基地というところです。だから、サプリを飲むにしろ、生活環境を整えるしろ、食事に気をつけるにしろ、筋トレをしてないとテストステロンっていうのは増えていかないので、筋トレをまずはベースに考えてみてください。これは別にスクワット5回とかね、腕立て5回とか、そんなレベルでも OK です。やることが大事。そして続いて2つ目に、競争する環境に身を置くっていうものですね。これは男性ホルモンっていうのは、競争心が遺伝子に組み込まれているわけなんですね。だって、例えば獲物を飼って生き延びていくためには、やっぱりなんか強いものを倒していかなくちゃいけないですし、周りの人間よりもいい獲物を取るために活動量を増やしていかなくちゃいけない。あるいは美人を捕まえるために、アピールをするために自分を一生懸命売り込まなくちゃいけないと、あいつよりもいい自分だっていうことを女の人に見せなきゃいけないっていうね、競争遺伝子ってなんか組み込まれているわけなんですよ。そうなると競争が必要な状況で分泌量が増えるっていうことが分かったので、自分の環境を、そこに身を置くという、自分の身をそこのいった環境に置くっていうことですね。例えば、まあ、スポーツ大会とか会社のノルマとか学校のテストとかっていうところです。何か競争状況に身を置いてみると、テストステロン値が上がるというふうに言われています。そして続いては、睡眠時間を伸ばすというものですね。1日に睡眠時間が5時間以下だと、テストステロンっていうのが 15% 減少するという結果が出てます。で、1時間の伸びるごとに、まあ、15% ほど増加していくんですけれども、これ逆に寝すぎると体が疲れてしまって倦怠感を味わうことになっちゃうので、まあ、8時間くらいを限度に、6から8時間くらいを限度に、まあ、睡眠時間っていうのを伸ばしてもらえたらというふうに思います。それから4つ目に、きちんと食べるというところですね。適正なカロリー摂取っていうのはホルモンに対して必須になってくるんですよ。ところが、カロリー制限をしすぎてしまうと、生食システムっていうのがオフになってしまうので問題ありと。だから、1日の摂取カロリーが、約1350から2415キロカロリーを毎日摂っている人と比べると、2145キロから3537キロカロリーを取っている人の方がテストステロン値っていうのが 31% 高かった。だから、少ない方が 31% 低かったっていう結果ができているので、食事はきちんと取りましょうということですね。だからダイエットで食事制限しちゃう人とかっているんですけど、あれって実は長い目で見ると逆効果なんですよね。同じ体重でも筋肉量が多いか少ないかで、その体型を維持し続けられるかどうかっていうのが決まってくる部分になるんで、食事制限でダイエットするっていうのはあまりおすすめできないかなっていうところです。続いて、タンパク質は総カロリーの 20% から 25% 取りましょうと言いますね。適度なタンパク質の摂取っていうのも大事です。これが筋肉を作っていきますんで。で、1日のに体重1キロあたり 1.6g のタンパク質を取るのが OK というところですね。これを取ると、テストステロン量っていうのがマックスになっていきます。
続いて炭水化物の総カロリーっていうのは 20% から 40% を、まあ、お米とかですね。で糖質制限をするとストレスホルモンっていうのが増えてしまうんですよ。でストレスホルモンってまあコルチゾールって呼ばれているものなんですけど、コルチゾールが増えるとその分泌量に合わせてテストステロンっていうのが減ってってしまうんですね。だから糖質制限ダイエットっていうのは一瞬はなんか体重が下がっていくんですけど、なんかドゥーッドゥーッっていうところとかやったりしてますけど、長い目で見るとリバウンドもしてしまいますし、あるいは長期的に見た時に筋肉っていうのもテストステロンが出ないってことはつきにくくなってしまうので、結果痩せれてもヒョロヒョロだし、太った時に肉ばっかついて筋肉がなくなっちゃうっていう、まあもうデメリットしかないんで、きちんと炭水化物取りましょうということです。それから飽和脂肪を取るっていうことなんですが、これは何かっていうと、まあ、脂肪っていうのをある程度取らないとテストステロン値っていうのは下がっちゃうんですね。で大事なのは飽和脂肪酸というものを取ろうということなんですが、これは動物のお肉とかココナッツなんかで取れるものです。反対にサラダ油とか加工食品といったものは逆効果になってしまいますので、あまり取りすぎないように注意しましょう。それから続いて8つ目は、体脂肪を減らして筋肉を増やす。これもベースですね。体脂肪が多い人ほどテストステロンっていうのは減っちゃうんですよ。要は脂肪が邪魔して分泌をさせてくれなくなっちゃうということなんですね。で男性であれば体脂肪 15% 以下、女性は 22% 以下くらいがまあ基地っていうふうに言われてます。で筋肉量を増やすことができればテストステロンっていうのはそれに比例してどん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 右肩上がりで上がっていきます。なので筋トレ万歳っていうところですね。それから9つ目にストレスを減らすというもので、ストレスホルモンであるコルチゾールっていうのは血中のテストステロンっていうのを破壊してしまうので、リラックスとかストレス発散っていうのはある程度重要です。でストレス発散とかストレス対策に関しては38選っていう前後半に分かれた動画を上げてますんで、ぜひそちらご覧ください。で10個目に添加物の多いコスメ使わないっていうことで、これ女性ですね。化粧品や掃除グッズに使われる添加物っていうのはホルモンのバランスを乱すものっていうのが多いので、長く使う場合はテストステロンに悪影響を及ぼしてしまいますから、無添加の化粧品っていうのを使うのを心がけてみましょう。そして続いて11番目は飲みすぎ厳禁、雨あられということでね、酒の飲みすぎでテストステロンっていうのは下がっちゃうんですよ。でどのくらいがいい基準かっていうと、1日グラスワイン2杯以上を飲むっていうのが、まあ、アウトっていうところなんで、まあ、これに関してはね、こう飲む量も さながら、あとはあれですわ、アルコールの度数とかにも関わってくる部分にはなりますんで、まあ、1日グラスワイン、まあ、大体アルコール度数14から 15% ぐらいのワインっていうのが、まあ、基準じゃないかなっていうふうに言われたりしています。そして最後、12番目はコーヒーは飲んで OK というところ。1日 240mg くらいのカフェインを摂取することで約テストステロン値が 14% 上がるという結果が出ていますので、まあ、コーヒーは1日に、まあ、大体、ポリフェノールの摂取とかも含めたりすると、まあ、4、5杯お店が 3、4杯くらい飲むのがいいというふうには言われたりしてますので、ぜひコーヒーも毎日飲んでみてください。ということでね、テストステロン値を上げるための方法23選ということでご紹介してきましたんで、今日は前半この辺りで終了したいと思います。後半ね、また明日お楽しみにご覧ください。ということで、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。